おはようございます。アミアム工房テイク4です。今日は網を上げていく動画をアップします。そして少し講釈も言います。それでは始めます。前回より編み始めて今ここまでで10段目です。ここから順番に編んでいきます。あくまでもこの動画は032からは毎日毎日の編みを編んでいくのを動画で上げてますが、これはゆっくり丁寧に編んでいくということで、皆さんにぜひ作ってもらうために本当に時間と同時進行の形で動画をアップしています。というのは一つ一つの動画は5分ぐらいですけども、1日の動画が本で言えば1ページのようなつもりでアップしてますので、遡っても見えますし、その動画1本で全部が見れるというわけではありませんが、一つ一つ項目を変えた時には別な動画でっていう感じで編んでいます。このように上からつるくった編みをだん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 下に編んでいくわけですけども、当然前回前々回でも言いましたように、この糸がなくなります。その時のつなぎ方とかもやっておりますが、当然大きなハンモックになると何回かつながなければなりません。そのつなぎ方もこのようにどんどん編んでって、できるだけ長く編んで、そして人間が乗ってで遊ぶものですから、安全な縛り方とかでつながなければいけません。